宣言解除で暮らしは変わるんでしょうか。国の緊急事態宣言が全都道府県で、そして愛知県独自の緊急事態宣言も今日解除されました。新たな日常へと動き始めた中、とあるナイトバーに届いた善意とは。愛知県の感染状況、極めて落ち着いてきているということを踏まえて、愛知県においても緊急事態宣言、そしてこれに基づく緊急事態措置を解除する。国の緊急事態宣言が全ての都道府県で解除されたことを受けて、独自の緊急事態宣言を解除した愛知県。これまで県民に求めていた県内での不要不急の外出自粛要請はなくなりましたが、都道府県をまたぐ移動は今月末まで避けてほしいと呼びかけます。緊急事態が終わり、少しずつ人通りが戻ってきた名古屋の街。飲食店への営業時間の短縮要請は今月15日に解除され、多くの店が通常営業に戻っています。しかし客足が以前のように戻ってくるのか心配する声も。正直まだ変わってないです。大人数でランチ今まで食べてた皆さんがなかなか来れなくなってしまったんで。こうした中、三重県四日市市のあるお店では、ようこそシャア専用ガンダムはシャアズナブレ。人気アニメ機動戦士ガンダムをテーマにしたナイトバー。おととい、ここに届いたのは、あれなんですよ、ガンダムの名言とともにですね、実はこの手紙と、10万円がポストの入ってた。なんと現金10万円。送り主は匿名でしたが、常連客と見られています。一通の手紙が添えられていました。起点の存在に救われた者として、今こそ恩返しをする機会と考え、ささやかではありますが金10万円を寄付させていただきます。もう涙が出るぐらい嬉しい。こんだけ応援してくれるお客さんがいるっていうのがもうすごく嬉しかったです。オーナーの思いを全て読み切ったかのような手紙の内容。店は三重県の要請で先月12日からおとといまで1ヶ月以上も休業し、その間の売り上げは当然ありません。休業協力金の50万円や持続化給付金でなんとかしのいでいます。この匿名の善意にオーナーは精一杯応えたいと熱い思いを込めます。お客さんのためにもやらないとっていう気持ちにはなりました。この9月で10周年を迎えますので、ぜひともね、頑張っていきたいと思います。では勝利の栄光を君に。いや、もうガンダムファンはねたまらない内容でしたけども、はい、いやー、世の中に今タイガーマスクさんだったり星飛雄馬さんだったり、匿名でこう寄付する方いらっしゃいますけども、こういった善意って村尾さん本当に嬉しいですね。なんかね、いや本当心温まりますよね。今この時期だととにかく自分だけはと思いがちなんですけれどもね、やはり他人の苦しみだとか痛み、これを私も一緒に分かち合おうというこの気持ち、本当に尊いですよね。はい、なんか今世の中ギスギスしてますけども、こういった話を聞くとなんかほっこりもしますね。森さん、やはりこう気持ちの部分ってすごく大きいと思うんですね。私の顧問先でも飲食店やバーの方すごく苦しんでいらっしゃるんですよ。でもしこう普通に営業ができるようになっても席の間を空けなきゃいけないから、今後経営っていうのはどうしていいんだろう、やっていっていいんだろうかっていう疑問の中で、こうした頑張ってくださいとか応援してますよっていうメッセージっていうのは非常にありがたいと思いますね。ファンがこういった飲食店を支えるって大事なのかもしれませんね。今コロナの時代、等しくみんなが本当困ってます。助け合ってですね、なんとか今を乗り切っていきましょう。